今日は2020年の10月10日です。昨日新しい楽天モバイルのキャンペーンが一つスタートしました。今、楽天モバイルのページホームページに来ています。でキャンペーンのですね、ページが追加されましてですね、こちらですね、楽天アンリミット5、お持ちのスマホで乗り換えると最大12,300円相当分のポイントを還元しますと。これは11月4日までのキャンペーンです。もう狙い撃ちですね。iPhone も対象というふうに言っております。まあ事前に準備していたのでしょうね。もともとですね、9月に普通であればですね iPhone が、例年発表されますが、まあ、今年はですね、今月10月発表というふうに言われております。もうそれを見越して、Apple のですね、発表会のアナウンスがありましたからですね、見越してやられていると。注意事項としまして、あくまでですね、これ楽天リンクアプリを利用する際に提供するキャンペーンですと。楽天アプリ使うということは、まあ、楽天のデータ通信だけではなく、無料通話ですね、そちらの方のサービスも使ってくださいよということですね。で、お手持ちのスマホをそのままプラン申し込みで、まず6000ポイント提供と。次にですね、まあ、これから今までのキャンペーンと一緒なんですけども、事務手数料相当の3300ポイント提供と。それからですね、オンライン申し込み、これをやるとですね、まあ、いわゆるアクティベーションですね、オンラインで自分でですね、SIM を挿して楽天リンクアプリで開通させるということをやっていただければ3000ポイント、合計がですね12,300円相当のポイント還元になりますと。もう最初からやってほしかったですね。我々はみたいな人間はですね、他で SIM フリースマホを調達して楽天に申し込んで使っていますので、この6000ポイント相当は、今月申し込まれた方はラッキーですね。我々はもらえておりません。もちろん月々のプラン料金2900円は1年間無料ですと。つまり、iPhone 利用者の呼び込みというサービスでしょうか。ひょっとするとこれはもう今回は楽天からは iPhone は販売できません宣言かもしれませんね。まあそうであってもですね、SIM フリーの iPhone を楽天でお使いお願いしますと。そうすれば利用者がぐいっと増えるかもしれませんね。注意事項として、楽天アンリミット5ではお使いいただけない製品がございます。お申し込み前に必ず対象製品のご確認をお願いします。まあ、これトラブルの元になりますから、こういう注意が大きく書かれています。ご利用可能な対象製品を確認すると。こちらですね、iOS の場合は、こちらで言うと iPhone SE 第2世代以降ですね、iPhone、XS、XS Max、iPhone XR、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、これであればですね、楽天リンクを使っていただけますと。楽天モバイルでのお取り扱いはございませんという注釈がなされています。他で買ってくださいと。Android はまあここにあるところですね。Arrows やですね、Google Pixel とかですね、Huawei の製品ではですね、いわゆる GMS 対応の製品であれば OK ですと。GMS が対応できなくなったP40 シリーズは除外されています。アプリが動かないので、そういうことですね。あとは OPPO の製品、それから Samsung の Galaxy シリーズ、シャープの Aquos シリーズ、ソニーモバイルが Xperia ですね、Xiaomi の Redmi Note 9S、で楽天モバイルから出ている、楽天ミニや楽天ビッグは当然入りますと。で対象製品をお持ちでないお客様は、こちらのキャンペーンを利用してください。なんでしょうか。こちらのキャンペーンは対象製品を持ちでない方は最大26,300円相当ポイントでというふうに誘導される先は、なんと、当然ながらですね、こう楽天が販売するですね対応端末をお買い求めくださいということです。はい、そうですね、このリストに変化があるかというと、ありましたね。これですね、 Galaxy S10、 これ10万円台のパソコンでないスマートフォンだと思ったんですが、今回65,437円まで、すごい値下げですね。ハイスペック
ハイエンドがですね、ここまで、これはミドルハイぐらいの、エクスペリアエースも結構下がりましたね。2万円ぐらい下がったでしょうか。ここら辺をですね、狙ってた人は、今回はこっちも狙えるかもしれません。楽天リンクのご利用の達成条件については、楽天リンクを用いた発信で、10秒以上の発通話を行ってください。楽天リンクを用いたメッセージ送信の1回以上を利用してくださいと。まあ、これは確認できて初めて条件クリアとなりますので、ご注意ください。これをですね、やらずにですね、データ送信だけで例えば使ったりすると、キャンペーンの対象外となります。ステップが紹介されること、お持ちの製品を楽天モバイル、お持ちの製品を楽天モバイルで使うまで4つのステップが以下の通りです。まず、ステップ1、お持ちの製品が楽天モバイルで使えるかを確認すると。ステップ2、楽天モバイル、楽天回線を申し込むと。ステップ3、お持ちの製品を楽天モバイルで使い始めるときの初期設定を行う。ステップ4、楽天時間アプリを使うと。これでですね、お持ちの製品が楽天モバイルで使えるということになりまして、このキャンペーンの対象になるということです。各ですね、やり方の手順はですね、こうホームページでリンクが、付けられてますので、まあ、以前よりかなり分かりやすいような感じですね。これを見てやっていただければ OK かなと思います。まあ、分からなければサポートの方にですね、連絡をくださいということですね。よいしょ。楽天アンリミット5、お持ちのスマホで乗り換えると最大1万3000円相当分のポイントを還元しますと。これはですね、楽天から販売されるスマホであれば2万3000円ぐらいがなるわけですが、それを楽天からモバイルからですね、スマホを買わなくても、お手持ちの例えば iPhone を、使ってですね、申し込むと、この1万2300円相当のポイント還元の対象に、昨日からですね、10月9日から11月4日まで対象となります。ぜひこのキャンペーンをご利用くださいということです。もしですね、自分が対象だと思ったら、ぜひ、この機会に乗り換えちゃいましょう。はい。あるいはですね、今月、新しい iPhone が発表されますので、そういう予定ですので、それを見てからでも遅くはないですね。期間は11月4日まであります。予定ではですね、今度の水曜木曜あたりにですね、iPhone の新しい機種が発表されますので、こう見定めてから乗り換えても十分だと思います。以上です。よろしくお願いします。